で旅をするチャンネル音旅、こんばんは、オガウェイです。ここでは私が見つけてきた中古レコードを紹介しています。中古レコードを紹介する前に、最近ちょっとやっと出かけられたんで、そんな話をしたいなと思います。久しぶりに海に行ってきました。ここでは初めて言うんですけれど、私も長いことサーフィンをやっていまして、緊急事態宣言も解除されたんで、やっと外出ができるようになって、1年ぶりに海に行ってきました。結構長くサーフィンをやっていて、めちゃくちゃ下手なんですけれど、私の人生の中で唯一めちゃくちゃ長く続いている物事っていう感じですね。20年以上はやってるんですけれど、めちゃくちゃ下手です。結構いろんな海に行ったりとかはしていて、今は東京に住んでるんで千葉あたりでいつも入ってるんですけれど、京都にいた頃は、私京都出身なんですけれど、京都にいた頃は海は、まあ丹後半島に海はあるんで、冬は丹後半島とか、あと福井県の高浜とか、あの辺で冬は入って、でそれ以外の季節は太平洋で、三重県の伊勢だったりとか、愛知県の伊良湖に行ったりとか、その隣の浜松とか、結構いろんなとこに行ったりとかしてたんですけれど、あと一人で宮崎県にサーフトリップしに行ったりとか、まあ、あとはオーストラリアにワーキングホリデーに行ってたので、その頃はもう毎日サーフィンしてました。海からすぐそばのところに住んでたので、毎朝ウェット着て板持って裸足でバーって海行って、毎日サーフィンする、サーファーズパラダイスっていうところにいたんですけれど、もうまさにサーファーにとってはパラダイスみたいな場所で、いろんなところでサーフィンできるんですけれど、夕方はそれよりも南の方に行ったクーランガッタっていうエリアが、またすごい世界大会とか行われるようなすごいスポットなんですけれど、そこに車で行って毎日入る、まあ、1日2回は必ず海に入るっていうような、そんな生活をしていたこともあり、まあ、すごい好きなサーフィンなんですけれど、忙しくてなかなか行けなかったりとかしていて、去年は全く行けなくて、で年明けて、だいたい私1月2月はもう真冬で本当に寒いので海に入らないんですけれど、今年はさすがに海入りたいなと思って、3月下旬ぐらいからやっと海入れると思ってたら、コロナで外出自粛っていう感じになって、なかなか行けなかったんですけれど、やっと1年ぶりに行ってきました。千葉の吉崎浜っていうところに行ってきたんですけれど、波も結構サイズがあって、1年ぶりなんで、しかもこの外出自粛とかなってる間、私全然ジョギングとかも何もせずに、本当に家で引きこもりになってたんで、ドキドキしながら入ったんですけれど、初めはパドリングすら全くうまくいってないっていう感じで、今日1本も乗れんと帰るんちゃうかなと思ったら、まあ、あの後半やっと体が慣れてきて、波にも乗ることができて、本当に楽しい1日を過ごすことができました。ほんま1年分のいろんなものがふわーって浄化された感じで、めちゃくちゃ気分がいいです。ただ体は本当に筋肉痛でバキバキなんですけれど、すごく気分がいいです。海ってええなと思って、今年はガンガン行けたらいいなと思ってます。サーフィンができなくても、海に浸かってるだけで、それだけで心がわーって浄化されていくんで、海は本当におすすめです。そんなちょっとサーフィン話も出たということで、今回ご紹介するのは、じゃん、ウーアのプライベートサーファーというシングルになります。99年にリリースされたものです。これすごい気持ちのいいレゲエナンバーで、4曲目が、そしてダブバージョンっていうのが入ってるんですけれど、歌なしのインストだけなんですけれど、それもすごい気持ちよくて、歌詞に関しては直接サーファーというものに触れてる感じではないんですけれども、背中をグッと押されるような素敵な歌詞なんですよね。これすごいいい曲です。この曲を知ったのは、たまたまよく行くバーで DJ イベントがあって、そこで友達が、私がサーファーやからっていうのでかけてくれた曲で、へーと思ってたら、たまたま私もレコード屋さんで見つけたっていうので買いました。イラストもすごい素敵ですよね。裏もこんな感じです。この B 面のムーンボーっていうのも、アコースティックギターのサウンドがすごく気持ちよくて、めちゃくちゃ晴れた日に聴きたいなっていうような曲です。ということで、今回はウーアのプライベートサーファーというシングルのご紹介でした。レゲエサウンドなんで、これからの季節いいと思います。ぜひ聴いてみてください。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。下のグッドボタンもお願いします。次回もお楽しみに。
バイバイ。チャンネル登録、そしてグッドボタンをお願いします。